レッドライニングあるいは赤線引きとはアメリカ合衆国において主に認識されている金融論の概念の一つであり金融機関が低所得階層の黒人が居住する地域を融資リスクが高いとして赤線で囲み融資対象から除外するなどして差別したとされる問題を言う1936年に発行された住宅所有者資金貸付会社によるフィラデルフィアの 住宅担保地図、住宅ローンの危険度に応じて地域を分類している。1960年代の公民権運動の高まりの中でこの問題の是正を図るために多くの立法措置が取られた。すなわち人種や宗教による住宅融資の差別などを禁止した1968年公正住居法フェア、ハウジングアクトやさらに国籍、年齢、 性別による差別も禁止した1974年均等信用機会法イコールクレジット、オポチュニティーアクトなどである。また1975年の住宅提供貸付公開法ホームモーゲージ、ディスクロージャーアクトは国勢調査の区画により住宅貸付の件数、金額の公開を金融機関に求めた。さらに1977年の地域社会。 斎藤司法コミュニティデベロップメントアクトは、地域のクレジットニーズへの対応を金融機関の義務として定め、その達成状況を評価することを金融機関監督機関に課すことになった。地域社会再藤司法クラについては、金融の業界団体や経済学者の一部からは、市場の競争によって解決するべきものを法律によって規制することに異論が出された。 しかし1990年代に入ってから様々な実証研究が行われ、クラし交互も有識差別が存在、残存することについては合意が成立するようになった。この議論は1992年のロサンゼルス暴動や大統領選挙を挟んで行われ、まさに政治的な争点になり、大統領選挙を制したビル・クリントンは解決策として地域、 社会開発銀行コミュニティデベロップメントバンクス構想を掲げたが、連邦議会は共和党が優勢でその構想の実現は阻まれた。なお、地域社会開発銀行のモデルとしては、国内ではシカゴのサウスショア銀行などの事例が、海外についてはバングラデシュのグラミン銀行が挙げられている。地域社会再投資法が経済合理性に合わないことを銀行に、 強制するようにも見えることは批判を誘ったが同法の適用により新たな市場に銀行が目を向けることは社会の変化にあっているとして同法を支持する声が銀行経営者の一部にはある。日本では山口義之のように地域再生との関係でこのアメリカの地域社会再投司法に学ぼうとする声がある。また地域再投司法が求めていることは銀行の さらにその元のお金の出し手であるお預金者のレベルで見ると必ずしも地域の預金者の期待するお金の使い方と矛盾していないとの指摘もある。アメリカの金融論の研究者の間ではこの融資差別問題は長年大きなトピックだったが近年までこの問題についての日本の学会の関心は低くようやく1990年代に入ってこの問題に 着目した研究が現れ始めた。なお都市開発の研究者の間では、この問題は都市再開発にいかに地域の資金を取り込むかという視点で注目されている。ところが日本で注目されるようになって間もない1990年代後半に入るとアメリカでは住宅バブルが進展し、不動産融資は加熱し問題の性格は180度変質するようになった。 低所得層に対して、その返済限度を無視した、過大な融資が行われるという指摘が増えるようになった。このような融資は、低所得層の所得や住居を剥がし取る行為であるとして、略奪的融資、プレデトリレンディングと呼ばれたり、有料顧客向け融資と区別する意味で、サブプライム融資サブプライムレンディングサブプライムローンと呼ばれている。福光博は、 このような不適切なサービスの供給問題をサービス供給を行わないといった行為と同様に先進国の金融排除問題として問題にするべきだと主張している。なおこのように過大な融資が安易に行われる背景には住宅ローンの証券化によりローンのリスクを投資家に転嫁する仕組みが普及したという問題がある。ありがとうございます。